この10月の3日日曜日、加古川河川敷でアート音楽ものづくりフェスティバルを企画された加古リバースの代表飛田さんを思いついたというか、どういう、なぜこんなイベントをやってみようと。初めてです、今回。なんか、きっかけいうんか。もともと、その音楽のライブのイベントは、まあ、ライブハウスを借りて、ミュージシャンを呼んで、開いてるしてたんですよ。ちょっと、地元とかいろんなところでバンドを組んで活動してまして、ギターを弾いてるんですけど、今、プロのミュージシャンもお呼びして、まあ、そういったイベントを開催をしたりもしたんですけども、やはりそのあまり認知されてないミュージシャンだと、そのチケットを売るのに非常に困る、なかなか買ってくれないというのがありまして、本当にその素晴らしいパフォーマンスをしてくれる方にあるもかかわらず、やっぱり来てくれないというのがそう残念だなと。そういうのをどれだけそういういいものを他の人に認知していただけるのかなというのを考えた結果、やっぱりいろんなこういった形で人にたくさん集まっていただいて、たくさんの人に聞いてもらうっていうやり方をするべきじゃないかと、それはやっぱりその食とかアートとか、まあ、いろんな方を集まっていただいて複合のフェスをするっていうのが、まあ、たくさんの人に素晴らしいいろんな価値をこう提供できるんじゃないかということからですね、チャンスを与えるアーティストに、そうですね、やっぱりそういう聞いていただける場を作り場作りで、やっぱりそういういいものを聞くと、そのすごいね、人生が豊かになると思うんですよ、いいものを知ってる、いい人と出会う、いいそのものづくりをやってみるっていうのが、その、まあ、人の、まあ、元気になるし、地域も活性化になるしということで、まあ、やっぱり街を元気にするにはというところにもつながってくるので、いいのかなというので、まあ、今回僕たちは複合フェスを企画しました。加古川河川敷をで今回同じようにやられるんですけど、なんか、はい、河川敷に加古川に川にこだわったって何かあるんですか。偶然です。はい、たまたま加古川市 その補助金、女性の事業としてこの加古川の河川敷を使ってその町づくりをしたいというその市の意図がありまして、まあ、それに我々応募したんですけども、まあ、この河川敷っていうのはその加古川の駅から10分、歩いて10分というすごい立地も良くて、かつものすごく広い敷地 で自然もいっぱいという、こんなそういうその、まあ、資源が他にはもうないと思うんです。兵庫県日野市といえども、やっぱりこういうものをしっかり活用していくことも大事ですし、まあ、そういうところを使って何かできるっていう話がちょっと来たので、あ、これは絶対面白いなと思って今回応募させてもらいました。はい、なんか10月3日に向けて、はいはい、皆さんに何か PR するようなことがあればちょっと。そうですね、ミュージシャンでいうと、渡辺フラワーさん、シャナヒー&アンニコルさん、ザ・キーズさんのシュウさん、あと当時さんですね、素晴らしいミュージシャンたくさん出ていただきます。また、加古川播州、近辺の付近で活動されているたくさんのクリエイターさんとか、美味しい食 の生産者さん、集結者さんの方が集まっていただきます。で、一つこれぜひもし参加ぜひされた時に物々交換のブースをします。いらないものを自分が使わないけれども誰かに使ってほしいものを皆さん一つ以上何個でも結構です、お持ちいただいたら、他のそのものをタダで持って帰れるっていうゼロ円祭り物々交換祭というのを実施するんですけど、これがかなり面白いです。日本初です。株式会社ワンピースさん協力の上でさせていただきます。ぜひ、まあ、そういったこともありますので、皆さん来場者さんも一緒に体験していただけるっていうところを目的にしておりますので、ぜひ、はい、面白そうやね、ぜひ体験してください。
あと子ども迷路とか、お子さんもずっと楽しんでいただけるような、スペースもたくさん準備しております。よろしくお願いします。なんかさっきちらっと聞いてんけど、この今日のスケールの倍以上のスケールになるんちゃうかいう話をちらっと聞いたんですけど。そうですね、はい、倍じゃ効かないんです。あ、そうですか。全部使います、北側のスペースは。あ、このこれも、はい、あ、グラウンドではチェントクオーレハリマさんというクラブチーム、サッカークラブチームさんの方でサッカーのワークショップしていただいたり、その奥は子ども迷路であったり、はい、あとはスラックラインっていう最近日本に入ってきたスポーツで、綱渡りなんですけども、まあ、そういった体験をできたりとか、非常に面白いと思います。規模ですけど、なんかちらっとお聞きしたら2000人って聞いたんですけど。そうですね、はい、もっと増えるんちゃう。2000人以上、まあ、来ていただけたら嬉しいです、はい、でもぜひ、はい、来ていただけたら。何人来てもいいんですか。そうですね、ただし、まあ、今その、まあ、コロナの感染予防対策の方も我々の方でしっかり準備するんですけれども、まあ、会場内での食べ歩きであるとかですね、まあ、あとは、こまめなアルコール消毒とか、まあ、そういったことも来場者さんの方にはご協力いただく必要がございますので、はい、またよろしくお願いします。食べ歩きはダメなんですね。そうですね、座って食べていただくとか、まあ、あとはその密になっていただくというところもちょっと応援でいただいていますので、まあ、ルールを守って10月に入ったらコロナも収まるやろうけどね。緊急事態宣言は抜けたらいいですね。ねえ、できたらそれが抜けてほしいですね。そうですね。それと天気と。天気ですね。天気と。今台風がこう、あ、そうか、あれフラフラしてるので、ちょっと念で今教えるんですけど、はい、はい、多分大丈夫だと思いますので、はい、まあ、その今、まあ、コロナのリスクがありますので、まあ、いろんな大変な時期だと思うんですけども、そのコロナの感染症のリスクももちろんあるんですけども、まあ、それ以外にそのいろんなリスク、もっと大事というかリスクがあると思っていて、それがそのやっぱり人と人とがこう いいものを体験できないリスク、コミュニケーションできないリスク、でやっぱりそこ、それはその食べ物とかと違って、それがなかったら生きていけないものではないんですけれども、でもものすごいその人が生きる上でもうものすごい大事なものだと思っていて、この河川敷でそういうイベントするっていうのはやっぱりその野外で自然豊かな場所なので、まあ、そういうコロナのリスクが低い、で、まあ、その中でそういう素晴らしい価値を体験していただくというところを皆さんにそのご提供するっていうのがその2つ目のリスクを、ちゃんとみんなに楽しんでもらうっていうことをすることによって、やっぱりこう地域であったり日本が元気になるんかなと思ってます、ね、はい、大事な心構えやと思います。ありがとうございます。ぜひ成功させたいですね。ありがとうございます、はい、頑張ります。はい、はい、この当日きっと楽しい準備大変でしょうけど、出会いが頑張ってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。